はい、どうも、ミゲルです。今日はですね、このソニーの ZV-E10 を紹介したいと思います。はい、ということで、もうカメラ好きの方ならば、このカメラの存在は知っていると思います。そして YouTube 動画を撮影されている方も、一度は見たことあるか、使ったことあるかという状況だとは思いますが、発売からね、約2年経っているカメラですが、こちら、ソニーの ZV-E10 を購入いたしました。今回なぜこのタイミングで購入したかっていう話はちょっとサブチャンネルの方で話をしてますので、もし興味がございましたらこちらの動画を見ていただければなと思います。で、今回こちらのチャンネルでなぜわざわざ2年も経ってるカメラを紹介しようと思ったかと言いますとですね、今回購入するにあたり、スペック見たりとか YouTube 見たりとかしたんですよ。そしたらですね、ネット上も YouTube もまあ酷評が多い。っていう感じで、そんなにダメかと思いまして、僕はね、ちょっと用途が決まってたんで、もう絶対 ZV-E10 でいいと思って買ってるんですけど、あわよくば僕の Vlog でも使える武器になればいいなと思いまして、Vlog っていう視点でちょっと考えてみたらどうなのかっていうことと、このネット上に溢れるこの酷評が本当に、使い道にならないのかっていうのをちょっと検証してみたいと思いまして、今回この動画を作成させていただいております。ということで、とりあえず、一番気になっている部分は、画質と、あと手ブレ補正、そして画角っていうところですね。なので、まずはね、ちょっと外に撮影しに行ったので、そちらを見ていただきまして、まず現状どういう状態なのかっていうのをちょっと確認してみたいと思います。はい、ということで、外に来てみました。4K30pのスタンダード手ブレ補正で撮っております。とりあえず手持ちでマイクも内蔵マイクそのまま使っております。モフモフありで美肌効果はなしという感じで、今精一杯手を伸ばしてますけどギリかな、画角的には。ということで、ダメなのは分かってますが、アクティブ手ブレ補正を使ってみたいと思います。はい、こちらがアクティブ手ブレ補正でございます。手精いっぱい伸ばしてるけど、ちょっと近いかなって感じですよね。さっきのスタンダードの時も思ったんですけど、ボケ身はね、意外と F3.5 あるから、いい感じかなとは思うんですけども、画角が狭いということで、こちら、シューティンググリップをちょっとつけてみますね。はい、シューティンググリップをつけるとこれぐらいになりますね。やっぱシューティンググリップあればなんとかアクティブ手ブレ補正でもいけるかなっていう感じかな。でも端っこ持って結構手前にグリップこう倒して、で精一杯手を伸ばしてる感じですね。軽い分ギリキープできるけど、ちょっと気楽ではないかなって感じ。あとはね、この動いた時になんかね、部屋の中だとすごいカクカクカクってなってたのがちょっと気になったんですけど、外の明るいところ来たら気にならないかなと思ってちょっと外にわざわざ来てみたんですけど、どうですかね。あと音声とかどうなんだろうって感じでございますが、いかがでしょうか。ちょっと歩いてみようかな。こんな感じでローリングみたいな感じにするとなんかね、多分カクカクカクってなってると思うんですけど、どうですかね。ギリ使えるかな。これ、アクティブ手ブレ補正にしないとどうなんですかね。やっぱ、がぜん画角はこっちの方がいい。シューティンググリップ持っててこれぐらいだと、めちゃくちゃいいですね。これぐらいでいけたらいいんだけどね。スタンダード手ブレ補正なんで、あとは揺れがどれぐらい気になるかにもよるかなーって感じ。これで使えるんだったら、これで行った方がいいんじゃないかなって感じ。歩いてみるか。歩いております。スタンダード手ブレ補正。多分ダメだと思うけど、逆光。いやー、日向きつい。あっち。はい、アクティブ手ブレ補正です。やっぱ近いな。ちょっと予想以上に近い価格が。これは歩きながらは無理だな。端っこ持つとね結構怖いんですよね。なんであんまり現実味ないな。白飛びやばいな。1600分の1シャッタースピード、アクティブ手ブレ補正です。暑い。いかがでしょうか。価格が近い。なかなか歩き取りは厳しいと思いました。はい、ということでもうすでに暑くて限界なんで、汗もやばいんで帰ります。帰って編集してみたいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。確かに、世の中の国評通り画角が狭いってことと、あと微振動みたいな、パンするとカク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 ってなるっていう症状はあるなって思いましたね。ただ歩き自撮りをする時には実はそのカクカクあまり気にならないというか、まあそれ以上の手ぶれが感じるような映像になるんで、あんまりその微振動みたいなのは気にならないっていう感じでしたね。で、画質は、まあ、別にいいかと言われればいいわけではないと思いますけど、悪いかと言われると別に悪くもないかなっていう。さらにね、今回この、まあ、キットレンズにもなっているこのパンケーキレンズを使用しておりますが、まあもともとね、TWICEでもなければ G レンズでもなければ GM レンズでもないので、ノーマルレンズなんで、まあそれなりの画質なことは確かなんですけど、それにしてはそこまで言うほど悪くはないですよねって僕は思いました。特にね、写真を撮った時は、いいんじゃないですかね、意外とって思いましたけどね。動画でも別にちゃんと明るさがあれば大丈夫だなって思いました。ちょっとね、暗いところは結構暗証ノイズがちょっと気になるかなっていう感じはありましたね。ちょっと暗いぐらいでも少しノイズがちょっと出るかなっていう感じはしましたけど、まあそこまで気にするかなっていう部分ではあるかなと思いました。まあそれよりも画角ですよね。画角はね、本当予想以上に狭かったなっていう。その撮ってる時はあ、意外と大丈夫じゃないって思ったんですけど、編集してみたらあ、やっぱり近いなって思いましたね。なんで画角だけちょっと考えなきゃいけないなと思います。で、先ほどの映像でも言っておりましたが、今回このシューティンググリップを使ってこんな感じでね、撮影してました。画角のことを考えて、ここのレバーをね、もう少し手前にして、結構端っこ持って、で、手をしっかり伸ばして、先ほどぐらいの画角になるということで、このシューティンググリップはもうありきですね。ないともう近すぎる。ありきで手を目いっぱい伸ばせば、自撮りには使えるかなという感じではございましたね。なので、酷評だった理由は、Vlog カムと売り出しているにもかかわらず、自撮りの画角がちょっと微妙じゃないですかっていうことですよね。あと、まあ、手ブレ補正がスタンダードだと、まあ、ほぼないに近い。まあ、スタンダードって結局、レンズについてる手ブレ補正のみっていうことなんで、まあ、基本的にその、スタンダードっていうか、まあ、手ブレ補正ないっていうのと一緒なんですよね。本体の手ブレ補正の制御は全くなくて、このレンズの手ブレ補正のみということで、アクティブ手ブレ補正は、まあ、基本的にはないと厳しいかなという状況ですね。持って撮るのであれば。となると、自撮りの画角はちょっと近すぎるから、さすがにないんじゃないのっていう、酷評なんじゃないかなと僕は思いました。最近ですね、僕は自撮りの時はあまり手で持って撮影しない方がいいんじゃないかというところにたどり着いたので、実はあまり気にしてないというか、絶対ね、やっぱり置いた方がいいんですよ。どのカメラであったとしてもやっぱね、置いた方がいい、絵面的にはなんですけど、まあたまにね、どうしても歩きながら喋りたい時がある時はこう持って喋るから、まあその時はあれぐらいの画角でもまあいっかぐらいの感覚だったら全然いけるかなと思います。それよりもこのコンパクトさ、もうとにかく本体がめちゃくちゃ小さいんで、めちゃくちゃ小さくって、だけど一応レンズも変えられるオプションがついてるコンデジ、コンパクトデジタルカメラみたいな感覚だなと思いました。でさらに Vlog カムかっていうことよりも、コンデジで動画に少し寄っているっていうカメラだなっていう僕は印象でしたね。なので Vlog カムって打っちゃったから、ちょっとおいおいおいっていうツッコミがみんな入ったのだとは思うんですけど、まあ、僕的には純粋にこのカメラの、ジャッジをすると、言うほど別に悪いかな。使いづらいのかなみたいな感じですね。なので、僕は今回ちょっと元々持って撮ろうとは思ってなかったんで、あわよくば Vlog に使えればいいなと思って買ったぐらいなんで、基本的には三脚とかスタンドに置いて使おうと思ってたので全く問題ないです。画角も別に結構遠目から撮ろうと思ってるんで別に問題ないですね。それよりもこの値段で 4K30p が撮れて、でレンズも変えることができるっていうのが僕はすごくいいなと思って、それができるにもかかわらずこの値段で買える 88,000 ぐらいでしたっけ、ボディだけだと。それはねお買い得ですよ。最近出たね、α6700 とか、いいお値段だと思います。ましてや、同じ Vlogcam の ZV-E10 は、いい値段ですよね。やっぱフルサイズになるとすごく高くなっちゃうんで、それを考えると、1桁でこの、画質的には α6700、波に寄れるぐらいの画質で撮れる1桁台のカメラ、さらにコンパクトって考えたらもう全然いいんじゃないですかっていう気はしました。ただね、一つ問題は画角のことを考えて、例えば 10-20mm f4G っていうレンズがありますけど、僕もねそれ買おうかどうかね悩んだんですけど、このレンズは 16-50 の f3.5-5.6 のパワーズームなんですよね。で f3.5 っていうのはちょっと中途半端ですけど、いいかな感覚です、僕的には。それよりも画角考えると16しんどいなっていう感じですよね。で16っていうと16で APS-C なんで 1.5 倍掛けになっちゃうんで 24mm なんですよね。でこれがスタンダード手ブレ補正の時が 24mm 扱いなんですよ。でさらにアクティブ手ブレ補正をかけると 1.44 倍になっちゃうんで、24mm よりも全然、近くなってしまうという感じで、それを懸念して、10mm すごくいいなって思ったんですけど、10mm とって、10mm のかけ 1.5 で 15mm で、かけ 1.44 だと 21.6mm なんですよね。21.6mm で、この 16mm だと 24mm、 頑張って 24mm、 そうじゃないともうちょっとってなると、 21.6 ってね、今ちなみに 20mmF1.8 ですけど、この 20mmF1.8 も自撮りするとねギリかなっていう感じはします。ダメじゃないけどもうちょっと遠くてもいいなって思いますね、自撮りする時に。だいたい自撮りはね、僕的には 16mm か 14mm ちょい広角気味でみたいな感じですねが、自撮りはいいと思います。手持ち自撮り的にはねって思うと、いるかな。画質的にね欲しければいいかもしんないですけど、ただ8万円ぐらいでしたっけ、9万円ぐらいだったかな。その価値ありますかっていうとちょっと微妙だなと思って僕は買わないでいます。やっぱこのね、このコンパクトさがめちゃよくって、この本体とこのパンケーキレンズの組み合わせがやっぱり 10-20mm になると気持ちね、出っ張って少し大きくなってちょっと重くなるんで、なんかこれの良さ消えちゃうなーっていう感じがあって、これでできることをなんとか自分でテクニックとして覚えていくっていうのがいいんじゃないかなっていうのが今回の僕の印象でございました。はい、ということで世の中の酷評どうだったのかってことなんですが、嘘じゃないけどそんなに悪く言わなくても良くないですかっていう感じですね。手で持たなければ、要はスタンドで使えばそんなに悪いカメラじゃないと思いますので、このシューティンググリップを使ってたまに持つシーンを撮る。でもほぼ基本的にはスタンドに置いて撮るっていう作戦でいけばそんなに問題ないカメラじゃないかなと思いますので、それ以上にめちゃくちゃいいところがいっぱいある。そのコンパクトで軽くて、あとね一つすげえ言いたいことが、ここにメニューボタンがあるんですけど、これね神すぎる。もうね全部の機種これにしてほしいこのメニューボタンの実用性めちゃくちゃいいですね。ここで持ってて親指でもうすぐメニューに行けんの、これ最高。これねソニーのカメラ全てこの位置にしてほしい。もうほんとね、まあ、α7-4 もそうなんですけど、今撮ってる FX3 もそうなんですけど、あと、もう手放しちゃいましたけど、α7-C もそうだったんですけど、もうとにかくね、メニューボタンの場所が微妙すぎる。本当に押しにくいっていうか、やっぱ両手ありきの感じになってるんで、片手でねなんか操作するの厳しいんですよね。なので本当この ZV-E10 のこのメニューボタンだけは全てのカメラに見習ってほしいなって思うぐらいめちゃくちゃ使いやすいんで、その利便性を考えるとマイクもねこのままでもいけるし、軽くてコンパクト、あとボタンもちょっと少なめですけど、あんまりね少ないのそんな気にならなかったんで、ちゃんとカスタマイズすれば全然大丈夫だし、中身のね古いシステムがちょっといまいちだみたいなこと言う人はいるんですけど、まあ、別に α7C も同じだったし、まあここは慣れなんで別にどっちでもいいかなっていう風に僕は思ってます。ということで、僕の個人的な意見としては、そんなに ZV-E10 みんないじめなくてもいいじゃないですかという結果でございました。言いたい気持ちはわかるけどね、言いたい気持ちはわかるけど、そんなに言わなくてもいいんじゃないかなって思ったのが僕の感想でございます。はい、ということで、ここで終わりたいと思いますが、せっかくなんでこの部屋でこの ZV-E10 で撮ったらどうなるかっていうのをちょっと試して今回の動画は終わりにしたいと思います。多分ねこのまんまのレンズだとさすがに分が悪すぎるので、レンズは同じ 20mm f1.8 をつけてちょっと交換してみたいと思います。はい、ということで、今回は今撮っているソニーの ZV-E10 どうなのよっていう動画でございました。このチャンネルはカメラやパソコン、ガジェットなど僕が気になった商品を紹介するチャンネルとなっております。この動画いいなと思っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでまた皆さんお会いしましょう。じゃあねー。